はい、バイルザギアリ小橋と小林申します。今日はお茶会に呼ばれた時に最低限必要なものというのをお話ししていきたいなと思っております。よくね、私どもお店の方にもお茶会に呼ばれたんだけど、何を持ってったらいいのかっていうのを困ってね、ご相談にいらっしゃる方がちょこちょこといらっしゃいます。ですので、その都度ご説明させていただいているんですけれども、これだけあれば、とりあえず大丈夫ですよっていう、最低限ね、必要なものというのを今日はね、お話ししていこうかなと思っておりますので、ご視聴の方お願いいたします。まずは、必ずいるもの、これはですね、扇子ですね。お扇子、これ塗りと生地のものと、両方あるんですけどもね。はい、これは通常お茶室では必ず必要なものになりますね。で、塗りとこの塗ってないものと、この違いはね、また後日お話ししていきたいと思っております。そして、その次にね、必ずいるもの、懐紙ですね。はい、でこれは女性サイズで、ちょっと小ぶりな感じになるんですけども、男性サイズは一回り大きいサイズになりますので、男性用の懐紙、男性は男性用の懐紙、女性は女性用の懐紙を選ぶようにしてください。そして、次にですね、ようじですね。ようじとようじ刺し、これ柄がね、いろいろこのようじを入れるケース、柄がいろいろあるんですけども、これもね、楽しみの一つですよね。どんな、ちょっと男性っぽいのもあれば、裏もこういう感じできちっとなってますね。で、今の、女性っぽい感じのものもあります。そして、こういったね、ちょっと緑っぽい感じのものもありますね。で、この楊枝本体のこのですけども、これは金属製のものがついてるんですけども、プラスチック製のものもあるんです。で、プラスチック製のものは安いんですけども、耐久性という意味ではこの金属製のものにしておかれた方が、長持ちするのかなというふうに思いますね。で、男性なんかはお菓子なんか出されても、手で用事使わずにね、召し上がるっていう場合もあるんですけども、それは手づかみで食べれないようなものも出てくることがありますので、用事はね、そんな高いものじゃないので、揃えておかれた方がよろしいかと思います。そして、次にこの用事やお扇子を入れる、入れ物ですね。こういうつづれっていうものなんですけどもね、こういう感じで手作業で作ってるものなんですけどもね、ちょっと薄いんですね。厚みがあんまりない。で、こういう色もいろいろとあります。で、これは2つは女性用で、男性用はね、懐紙が大きいので、こういうちょっと大きいサイズのものになりますね。で、色もちょっと紺とか茶とか、そんな男性っぽくなります。そして、同じ使い道なんですけども、こういう三つ折れという、少し厚みがあるんですよね。厚みがあって、つづれよりも少し分厚い感じのもの、文字通り三つ折れになってるんですけども、こういうね、名物切れの切れ字のものなんかがありますね。で、これも三つ折れというものですね。これも柄をね、いろんな柄があるので、これも楽しんでいただけますね。こういうところに名前が、切れ字の名前があるんですけども、名物切れなんかもありますので、お好きな柄、そしてこの楊枝なんかもお好きな柄をセレクトしていただいて、ちょっと、全員同じではないのでね、おしゃれな、ご自分のお好みに合ったものを、
使っていただくという感じでいいかと思いますね。で、今回は薄茶ですね、通常お抹茶と言われているものに関してお話ししましたけれども、濃茶といってもっとドロドロのお抹茶を出されることがあるんですね。でその時はね、お茶碗の下に敷く小袋とか出汁袋とかっていうのを使って飲むいただくことがありますので、それに関してはねまた後日ご説明させていただきますけど、通常、お茶に誘われたとか、そういった時、薄茶が、ほぼ薄茶ですので、紅茶が出てくる場合は、もう一点ね、小ぶくさ、裏千家さんでしたら小ぶくさ、表千家さんでしたら出汁ぶくさといって通常の副茶の大きさのものを4つに折りたたんでね、茶碗の下に敷いて、使うと、いただくということがありますので、それだけねちょっとまた後日ねお話をしていきたいと思っております。とりあえずはこれだけの道具があれば事足りますので、全部で扇子と楊枝と懐紙とそれから懐紙を入れる、みそれかつづれですね、これだけあればとりあえずはいただくことができますのでということですね。でそれぞれのちょっと意味合いといいますか、今のお扇子に関しても使い方がねわからないとか、そういったこともあると思いますので、まずね後日、お話をねさせていただきたいと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。うつわに興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、Twitter、Instagram など、SNS やっておりますので、ぜひご覧くださいませ。また、ネットショップもございますので、ぜひご覧いただきたいと思います。バイルツアギャラリー、小林市と岐阜や長瀬、すぐ近くにございますので、Google マップで検索していただきますとすぐ出てまいります。また、ぜひね、遊びに来ていただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。